いやー、昔こんなドクロのおもちゃめっちゃ欲しくなかったですか？でもなぜかこれ緑色が多いんですよね。調べたんですけど、全然わかりませんでした。知ってる方いましたらよかったらコメントください。で、ネットサーフィンをしてるとめっちゃおもろいもん見つけました。こちら、チッコーフィラメント。それでまあ、ってなんやねんって思った人もいますよね。窒光っていうのは、説明しよう。窒光とはその名の通り、光を蓄えることである。窒光塗料には窒光顔料という物質が含まれており、この窒光顔料が明るい時に受けた光を蓄えて、蓄えた光を時間をかけて放出する性質を持っているため、暗闇で発光することができます。窒光顔料が受けた光エネルギーがそのまま光として蓄えられているような仕組みで光るということですね。うっせ！とまあ、そんな感じで、このフィラメントを使って作ったものは、蓄光の機能がありますんで、光を蓄えて、暗いところで、こんな光を放つことができるということです。これだけ紹介しとんねんから、案件ください。ということで、今回は、子供の頃欲しかった、光るドクロのおもちゃを作りたいと思います。はい、ということで、これが今回使う素材ですね。で、これ、光るっていうのがメインなんで、ちょっと一回、電気消してみますね。この状態でもさ、なんかかすかに、なんかちょっと、いや、これちょっと、照明消さんとあかんな、これ。この状態でもなんかうっすらぼんやり光ってるね。なるほど。まあこれも別に商品紹介じゃないんで、もうさっさと印刷していきます。はい、じゃあとりあえずこれ使えるか試してみます。こんな感じですね。こういうフィラメントって、なんか結構印刷難しかったりするんで、この辺かなり肝ですよね。ちょっと、おいおい。オッケー。じゃあこれぶっ刺していきます。結構無事には出てきてますね。この辺は特に問題はない感じかな。ちゃんと出てきてるんで。じゃあ印刷していきます。フリーデータのめっちゃリアルなドクロを準備しました。いやー、楽しみですね。これ印刷プレビューです。8時間57分かかります。それじゃあ印刷していこっか。はい、完成しました。蓄光フィラメントを使ったドクロです。これなんかこっちサポートないのにさ、こっちついてるし、なんかもう結構これミスってるね、いろいろ。なんかもう なんかカラカラなってるしさ、ほら。まあ、とりあえず土台とか剥がしていきます。どげどげどげ。はい、サポートと土台が取れました。このモデルすごいな。めっちゃリアルじゃない、これ。ああ うわー、すげえ。超リアル、この骸骨。これデッドバイデイライトのトーテムとか作りたいな、これ。で、こいつを光に当てると、まあ、光を蓄える蓄光なんで、この状態で一回見てみましょう。なんかかすかになんか光ってるね、かすかに今は。じゃあ、本番、次本番です。こいつに光を今から蓄えさせに行きます。はい、ということでキッチンにやってきました。 LED ライトとかではダメそうなんで、この光に当てていきます。ほらほら、充電しろ。腕が死にそう。もういいでしょう。じゃあ、始まりの大地に戻ってきました。では、今こいつに光が溜まってるはずなんで、見ていきます。電気を消します。いきます。はい。おおおお、すげえ！よ、すげえ！光ってる、めっちゃ。やば！ すげえ！見てください、これ。マジで光ってます。マジで昔のおもちゃみたいになってる。 はい。で、なんやねんって感じやな、もうこれ。なんかもう、最初、うおーってなったけど、って感じになっちゃいますね、これ。今回、このドクロなんで、もうこれで終わりなんですけど、なんか別のね、面白いネタにも使っていきたいと思うんで、皆さん、乞うご期待です。ほんじゃ、さよなら！